ザ・ヘッド・ハンターズは1973年にハービー・ハンコックによって結成されたアメリカのフュージョンバンド。グループはジャズ、ファンク、ロックといった音楽を融合させた。ハンコックは以前のバンドである M1DC に不満を抱いており、より強力なファンクコンポーネントを備えたバンドを作りたいと考えていた。彼は仏教の英称をしながら、 グループの名前、ザ・ヘッドハンターズを選んだ。その名前は、ジャングル、知的関心、そして性的活動という三重の意味合いを持っていたため、彼を喜ばせた。1973年、バンドは、ハンコック、ベニー・モーピン、ハービー・メイソン、ポール・ジャクソン、ビル・サマーズで構成された。彼らのファーストアルバム、ヘッドハンターズは100万枚以上を売り上げた。次のアルバム、 スラストではマイク・クラークがドラマーを引き継いだ。メイソンとクラークの両方がハンコックの1975年のアルバムマンチャイルドにドラムを提供した。このアルバムではスティービー・ワンダーがステッピミイットでハーモニカを演奏するなど18人のミュージシャンをフィーチャーしている。1975年ザ・ヘッド・ハンターズはハンコック不在の最初のアルバムである サバイバルオブザフィッ h ストを録音した。アルバムには後にフージーズラがサンプリングしたヒット曲ゴッドメイクメファンキーが収録されている。アルバムの何度かの再発時においてバンドの音楽はスペースファンクと呼ばれている。続くアルバムストレートフロムザゲートは1977年にリリースされた。1970年代から1980年代にかけて ハンコックは、エレクトロ志向のフェーズに移行するにつれて、バンドから距離を置くようになり、目に見えるユニットとしての活動を停止した。バンドは1998年になり、アルバム、リターンオブヘッドハンターズのためにハンコックと再会を果たした。1989年、ハンコックは、ギターのワーワー・ワトソン、サックスのビル・エヴァンス、ベースのダリル・ジョーンズ、ドラムのレオン・チャン・クラー、 パーカッションのミノシネルを含むザ・ヘッドハンターズ2と呼ばれるバンドとコンサートを行った。2005年8月に東京で録音されたコンサートを収録したウォーターメロンマンと呼ばれるビデオが2008年ハービー・ハンコックズ・ヘッドハンターズ名義でドイツにてリリースされた。このバンドはハンコック、ワーワー・ワトソンに加えエレクトリックベースのマーカス・ミラー、ドラムのテリン・キャリントン、 エレクトリックギターとボーカルのリオーネルルエケ、パーカッションのムニョンゴ、ジャクソン、トランペットのロイ・ハーグローブをフィーチャーしている。クラーク、ジャクソン、サマーズはそれ以来、再生したザ・ヘッド・ハンターズとして、レコーディングとパフォーマンスを続けており、ビクター・アトキンスやロバート・ウォルターなどの様々な大役が、キーボードでハンコックの役割を埋め、ドナルド・ハリソンを可能な限り登用している。 彼らは2003年にベーソンストリートレコーズからアルバムエボリューションレボリューションをリリースし2005年のアルバムレベッカバリーザ・ヘッドハンターズでサックス奏者のレベッカバリーをバックアップした彼らは2008年にキーボードのゼリー・ゼットベーシストの TM ・スティーブンスを迎えて再びツアーを行いオントップライブ・イン・ヨーロッパというライブアルバムが同じ年のうちに リリースされた。2009年には、キーボードに、ジェリアレン、アルトサックスに、ドナルド・ハリソンをフィーチャーし、リッチーグッズがベースを担当したギグを行った。2010年、ザ・ヘッド・ハンターズは、インディアナポリスのジャズレーベル、アウル・スタジオと契約した。2011年に、彼らは、アルバム、プラチナムをリリース。プラチナムは、スヌープ・ドッグ、ジョージ・クリントン、 キラープリーストなどによる一部ゲスト参加に加え、バンドのオリジナルメンバーを数多くフィーチャーしたアルバムとなった。2018年に彼らは、クラークとサマーズを伴い、ドナルド・ハリソン、ベースのレジー・ワシントン、キーボードのスティーブン・ゴードンが参加したアルバム、スピーカーズ・イン・ザ・ハウスをセリフリリースした。ザ・ヘッド・ハンターズの音楽は、ジャズ、ファンク、アフリカ音楽、 アフロカリビアンの音楽を含む多くのスタイルとジャンルの複雑なブレンドとなっている。このグループは電子楽器とエフェクトを先駆的に使用してきた。アルバムヘッドハンターズのライナーノーツの中でハンコックは3曲目のスライガスライザファミリーストーンのリーダーであるスライストーンに敬意を表して名付けられたと書いている。このバンドはジェームス・ブラウンと共にファンクミュージックに 大きな影響を与えたバンドの一つである。ファンクミュージックのようにバンドはしばしばベースラインを囲むようにグルーブを作っていった。ポール・ジャクソンによる短いフレーズの集積がマイク・クラークやハービー・メイソンのドラムと同じようにザ・ヘッド・ハンターズのマテリアルの基盤となっていることがよくある。また、ファンクミュージックからは 小さいながらも注意深く連動するシンコペーションの連なりを組み合わせて複雑なグルーブを構築するテクニックも取り入れられている。単純なファンクはドラマーからのキビキビとした踊りやすいバックビートに依存しているが、クラークとジャクソンの相互作用はグルーブモチーフの真ん中や周りで踊るようないくつかの複雑でリズミカルなパターンを作成した。これはアルバムスラストの音楽。 特に、アクチュアルプルーフという曲で、最もよく例示されている。ザ・ヘッドハンターズの初期のバージョンにはギタリストが含まれていなかった。ギターのような部分はすべて、グループの最初の2枚のアルバムにおいてはハンコックが、キーボードで弾いていた。ただし、一つの例外があり、楽曲、カメレオンの早い段階において、ハンコックのシンセサイザーベーストの相互作用が聴ける、リズムギターは、 スティーブン・イーフ・ポンドが著書ヘッドハンターズで指摘しているようにジャクソンがベースの高音域で演奏している。エレクトリックギターはリウェイン・マックナイトがアルバムサバイバル・オブ・ザ・フィッテストに登場した時に初めて導入された。ザ・ヘッドハンターズのアルバムはジャズ評論家によってポップミュージックとして軽視されることがよくあったがシリアス・ジャズの規範に大きく影響され、 多大な貢献をしたことが今では広く受け入れられている。彼らの音楽は、ジャズの主流と同じように、コード進行に対する広範なソロとグループの即興演奏を特徴としていた。明らかに、ジャズの影響を受けたマテリアルのほとんどは、ハンコックとベニー・モーピーンのソロの形で提供されている。アフリカ音楽との強いつながりは明らかであり、メインストリームジャズと比較して、 パーカッションの役割が強化されており、ほとんどのファンクと比較して複雑なポリリズムのより広範な調査が行われている。ザ・ヘッド・ハンターズは様々な楽器を使用している。ハンコックは定番のフェンダー・ローズ・エレクトリック・ピアノからホーナー・クラビネットまで無数のキーボードを使用し、シンセサイザー、特にアープの楽器を早期に採用した。モーピンはバス、テノール、アルト、 ソプラノの、角、サクソフォーン、バスクラリネット、バスフルート、そして、サクセロや、リリコンなどの一風変わったものを使用していた。ビール瓶や、ボイスバッグといった、珍しい選択肢も、楽器としてフィーチャーされた。次のメンバーは、複数のザ・ヘッドハンターズのアルバムに登場した。ありがとうございます。